んばんは。皆さんこんばんは。ありがとうございます。こんばんは。おかえりなさい。こんばんは。ありがとうございます。皆さん、よいしょよいしょ。なんかドアが見えちゃう。机を移動させます。よいしょ。あ、まあいいか、うちにここは見えても大丈夫なんです。はい、ありがとう。はい、今日はツインテールでいきたいと思います。そう、今日は普通におしゃべりです。なんかイヤリングかこれか迷って、そうギリギリでちょっとこっちにしちゃったんですけど、なんかちょっと後悔してる。苦しい苦しい、すごい首を絞められてなんかリップの色なくない？めちゃくちゃないですね。なのでリップの色はつけていきたいと思います。え、どうしよう。普通にいつものリップがないので、なんかチェーンのネックレスなんですけど、すごいあの奥まで、なんかさ見えないじゃん、後ろを締めるときって。すごい奥まで締めちゃって結構キツキツ。なんかさ鏡で見ると結構濃いんですけど、あの配信で見るとなんか色が薄く見える。あ、いい感じになった。何でだろう。ネックレスじゃなくてイヤリングにすればよかったです。夏休みもう終わりましたもう今日から学校でした。そう、うん、でも久しぶりの学校だったからちょっと疲れたけど元気です。ひまわり来年、あ、そうだったんだ。通りで、あ、じゃあ来年またね、ちょっと行きます、山本山のひまわり。そう、今日からだったんですよ、実は。あ、なんかさ、前かがみになると苦しいかも、後ろかがみだと。ちょっと直そうかな。なんかここまでちょっと苦しいと、さすがになんか格好楽しいですよ。外すときまた、はあ、どこに止めたらいいかわかんないんだよ。そう、ネックレスなんですけど、ちょっと、あ、誰もありがとうございます。むずいむずい。ください。あげません。こんばんは。あ、今度はゆるくつけられたけど、なんかさ真ん中に来てほしいんだけどさ、落ちていっちゃうんだよね。ほら、なんかさこうゆるゆるだとさ変じゃん。でもキツキツだと苦しいし、ちょっとあの。私あんまり普段こういうのしないんですけど、ちょっと女の子ってすごいですね。
男の子もしてる子いるか。まあいっか、まあいいです、これで諦めました。俺も今日から学校でした。絶対嘘じゃん。絶対嘘だよ、めちゃくちゃ嘘ついてる。まあいいですね、これで。おじさんは磁石。磁石ね、わかる。でもユウも前につけてました。なんかそれ健康になる、なんか磁石のさ、ネックレスあるじゃん、あれピンクのやつあってつけてました。あ、磁気か、磁石って読んじゃった、磁石、石だ。やば、今日から会社でした。あ、今日からお疲れ様です。そう、肩こりとか良くなるやつ、健康ネックレスみたいなやつあったよね。あとは、あとなんだっけ、なんかあったんだよね、頭良くなるみたいな、なかったっけ、なんか足に首輪つけられたい。それはもうそういうね、あれで趣味なんですかね。マグネループ、あ、それなんか頭良くなるやつあったけど、私はねそれは知らないです。なんか肩こり良くなるやつ、そう、特に肩こりないんですけど、そうそうそう。頭良くなるやつなら欲しいです。私もなんかでも結構いろんなのあるみたいだよね。あとはなんか腕にもさつけるやつがあった。でパパがなんか前につけてました。なんか健康になるやつで腕につけてる、パパが緑と黒と白持っててつけてたけど、でもパパお仕事してる時になんか壊れちゃったみたいで、そう、今はつけてないですね。そう、そんなのあるんですよ。効果はあるかは全く分かんないけど、そうそうみたいですね。なんかあのゴムのやつですね、すごい、シリコンゴム分かんないけど、あーそう、分かんない、なんか体のバランスが良くなって健康になるみたいな感じです。はい、なんか今日なんかあったんだよね、なんか今日話そうと思ったことがあって、なんだっけ、忘れちゃった、今日話そうとしたことなんかあったんですけど、今日配信、あ、今日これ話そうって思ったんだけど、ツインテールに釣られてきました。どうもありがとうございます。あ、バラありがとうございます。あ、そう、昨日もね人狼やりました。昨日は日向もあの入って全員参加であのやりました。あのなんだっけ、昨日はね2回ぐらい人狼になって、昨日ねマジでめちゃくちゃダメだった、超弱かった昨日。なんか昨日は狂信者っていうあの役割も入れてやったんですね。で狂信者っていうのがなんか人狼の仲間で、人狼が勝つのを手助けする役目をするんですね。
狭心症が。でも人狼は狭心者が誰かわからないんですよ。狭心者は人狼が誰かわかってるけど、そう、人狼は誰が狭心者かわからないから、その狭心者をまず見つけなきゃいけない、人狼は。で、そのなんだっけ、あ、そうで、占っても人間って出るんですよ、狭心者は。だから狭心者はマジで強いくて、私狭心者になったんですよ、一回だけ。でサラも結構何回か狭心者になってて、サラがマジでめちゃくちゃ強くて、なんか私が占い師って出たのに、サラが、サラは狭心者のくせに占い師って嘘ついて、私もうちょっとで処刑されるとこだったんですよそう、本当にマジで、ちっちゃいもんでね、やってるんですけど、本当に人間不信になりそうなレベルでめっちゃ人のこと疑ってる。聞いてください、青が本当に毎回毎回ユウのことを殺そうとしてくるんですよなんかね、だいたい1日目の話し合いの時にまあみんなで話すんですけど、一番最初に青が、はい、はいはい、ちょっと疑ってる人がいるんですけど、行ってもいいですか、行ってもいいですか、富永ユウさんですって言って毎回ユウのことを疑ってユウのことを殺しにかかってくるんですよ本当に。そうで、はるか、なんだっけ、一番最初に1日目になんか疑いをかけてる人を選ぶんですよ、最初に、一番最初に。でそれで毎回疑われてる人ははるかなんですよ。もうそれも定期なんですよ。そう、まあでも最初の疑われてる人はあれだけど、なんかみんなでさ、人狼ゲームやりたいですねあおちゃんに何もしてない、何もしてだから、そう、昨日言ったんですよ、あおゆうのこと嫌いなのってそれさ、嫌いじゃないって言ってたからいいんです。そう、定期なんですよ、もう。ゆうとはるかが疑われることは定期。あとはテラヒナは、テラヒナって結構なんか謎めいてるじゃないですか。そうだから、テラヒナも毎回怪しいし、サラは本当にうますぎるから、人狼になった時と狂信者になった時、本当にうますぎるから、サラも怖いですね。ひなたはめっちゃ弱いひなたはめっちゃくちゃ弱いなんかひなたはね、まず人狼ゲームのやり方があんまり分かってなくて、まあ、やったことあるんですけど、そう、マジで弱いんですよ。そう、すぐ顔に出るしね、なんかね、ずっとね、笑ってますひなたは。そうだから逆に、その何、村人だった時に有利なんですよ、ひなたは。そう、すぐ顔に出るから。そう、昨日はね、ちょっとよくわかんないことでひたすら一人でね、笑ってました。はるかはね、はるかはちょっとわけのわからないことをしてきます。そう、普通にさ、わからないじゃん、誰が人狼とかさ。で、そのみんなで話し合ってるところをかき乱していく感じです。もうなおさらわけわからなくする、はるかが。そうで、なんかなんだっけ、いつ、はるかは仲間を殺しがちですねなんか例えば騎士って絶対に殺しちゃいけない人なんです、役割なんですよ。で、村人だった時に間違えて騎士を殺しちゃったり、あとは人狼だった時に間違えて狂信者を殺しちゃったりで、昨日すごいすごいね、昨日はね、特に昨日はすごい仲間をね、殺してましたでもはるかも結構無でやるから、結構うまいですね。そう、いや本当にめちゃくちゃ面白いので、そう、大荒れ、そう、
大荒れだし、あのでもなんか楽しいですよ、めちゃくちゃ。そう、とにかく楽しい。なんかもう何回もやってるって、昨日とか一昨日、これで最後ねって言って、あの最後じゃないんですよ、何回もやっちゃう。毎回これで最後ねって言ってるのに次も始めちゃうっていう。何時までやってんの？昨日は2時ぐらいまでやってました。人狼はね、2人ではねちょっとできないですね。最高で4人からかな、3人ってできんのかな、多分4人からしかできないと思う。そう、もっと多分大人数でやったら面白いんですよ。もっと違うなんかね、役割とかもいっぱいあるんですけど、でもやってしまう、やってしまう。そう、スマホのあのね、 LINE でね、人狼っていう人がいて、その人を追加してグループに入れてやると簡単です。そう、ぜひやってみてください。本当に楽しいから。人狼になったことあります。で、昨日はねちょっと人狼になった時勝てなかったんですけど、一昨日は勝ちました。本当に気持ちよかった。なんかさ、自分がさ人狼になった時、なった時にさ勝つとさ、マジでめちゃくちゃ気持ちいいですね。なんか悪くならない。でも昨日はちょっといろいろあったんですけど、でも全然楽しい。仲悪くならないです。ゆうちゃんこんばんは、今日誕生日だよ、イエイ、あ、おめでとうございます。誕生日おめでとう。次回から私も参加させてください。嫌です。そう、今日もやります、多分。あ、でもいいわ、今日はちょっとね眠いから早く終わらせようと思います。みんなでなんか、青が一番早く、ね、早く寝ようよって言うんですよ。でも青が一番やるんです。もう一回だけじゃやってねえかって言って。青がね一番ね、もう早く寝ようよって言うんですよ、途中で。自分が死んじゃうと。可愛いでしょ。でも終わると、ちょっともう一回だけやってからじゃ寝ようかって言って。そう、本当にマジで面白い。でも昨日は青もめちゃくちゃ早くね殺されちゃったから、そう、ちょっと昨日なんかさ、早くやっぱり自分が死ぬと、まあ、楽しくないですよね。喋れなくなるし、なんか死んだら喋っちゃいけないんですよ。だから死んだらビデオ通話してるからミュートにして、画面をちょっとうるさくしてます。そうなんです。かわいいでしょ。そう、ちっちゃいものでも楽しそう、楽しそうでしょ。と、楽しいのだから本当に見てほしいです。でもマジでみんなのこと怪しいから。でも占い師だった時は本当に得、めっちゃ得、楽しい。占い師だったら一番最初に占い師ですって言って、でも占い師はちょっと怖かったです、サラが狂信者だった時は。そう、ちょっとぜひ人狼ゲームの他になんかないのかな。なんかさ、みんなとやりたい、この配信見てるみんなと。今これでさできたらさ、いいのになって思うね。さすがにね無理だけど、だってさ、みんな顔見えないからさ、ユウ誰のことも疑えないんだけど、みんなはさ、ユウが人狼だったらさ、ユウのこと疑えれる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 
疑われる、ユのこと疑われるけどそう確かに1000人ぐらいいるのに人狼はやばい。確かにね、なんかさ、そういうの作ってほしくない？あ、ワードウルフ、あーワードウルフも確かに楽しい。ワードウルフはね、あの本当に意味わかんないこと言ってる人いたらマジで面白いですね。そう人狼ゲームなんかさできないかな、やりたいよね本当に。なんかでできないかな。でもおしゃべり会でもさ2人だけだからさ絶対できないじゃんそうなんかグループでおしゃべり会とかできないのかな。ね、そうすればさ人狼ゲームできるよできます。ピーちゃんには絶対勝てない。でも意外とあれですよ、ちょっと最初はマジで弱かったけど、ひなたもだんだん勉強して何みんなのさ様子とか見てさ、人狼だったらこういう話してんなとか見て勉強して成長してきてるから、今日とかめちゃくちゃ強かったらどうしようね、そうすごいよね。いや、テラヒナもめちゃくちゃ強いんだよね。昨日も教信書のくせに占い師って嘘ついて言って、まあ私がちょっと人狼の時だったので本当に助かったんですけど、そう、まあ、結局負けちゃったんだけど、そう頭がやっぱりいいから、ユウはねそういうところではちょっとボロが出てしまったりするので、青にすぐに拾われちゃうでも青はね本当に誰でも怪しむ。だってね、優がこうやってただけで昨日怪しまれたんですよ。はい、ちょっといいですか、今と皆川優さんこうやってやってたのですごく怪しいですって言ってめっちゃね怪しまれるんですよ。そうだから本当にあ、そう、疑心暗鬼、そう、でもずっと優のこと疑ってるからあれですよ。そう、でもなんか、サラがでも優的に一番怖い。マジで分からないから、ずっと無だから。そう、はい、私は村人ですとか言って、そう、平気な顔して、もう本当にね、でも楽しいんですよそれがまた。そう、後から分かると本当に、そう、騎士ってね名乗り出ちゃいけないんですよ。騎士名乗り出たら人狼に殺されちゃうから、騎士は占い師を守らなきゃいけないから。で、騎士って名乗り出そうになっちゃって、私それでちょっと一瞬ボロが出ちゃったっていう感じです。でも人狼になった時はちょっとね、にやけちゃう。やっぱ嬉しいじゃん人狼ってそう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 、まあとにかく楽しいんですよだからこの楽しさをみんなとも分かち合いたいから、やりたいですね。まあみんながさ、うまいかどうか分かんないよ、みんながみんなでもニヤニヤしちゃうかな人狼になったら。今ね、顔に出さないようにしてますよ、こうやってこうやって見て、こうやって、はい、村人ですとか言ってそうです、やったことないけど面白そう。そう、本当に面白いから、なんかね、映画とか漫画とかもね、人狼ゲームっていうのとかあるから、そういうの見るとでも分かりやすいかもしんない。こんばんは、やっと仕事終わりました、お疲れ様です、こんばんは。あ、修学旅行とかでやったら楽しそう。確かにそれはそう。でもユウの修学旅行の時は全然なかった、あったけど全然頭の中にはなかったです
数種類あるね。そう、結構いっぱいある。でもユウは映画は見たことなくて、漫画だけ見たことあります。そう、めっちゃ怖かった。なんかあの普通になんかゲームじゃなくてガチモノの世界だから、漫画とか映画とか本当に現実の世界で人狼ゲームを行ってるから、もう本当に殺しちゃうんですよそう、だからね、めっちゃ怖い。でもあの生き返れるんだったらちょっと現実の世界でもやってみたいなって。もめっちゃ怖いんですよ人狼、本物の現実の世界のやつで。怪しいと思う、あ、投票の時間であの殺す人を指さすんですよ。もう怖すぎるマジでね。怖いんですそう、ゲームじゃないの。あとはあと何だっけ、なんか人狼ゲームじゃなくてなんかあったんだけど、そう怖いですね。修学旅行といえば枕投げ、やったことないけど家もないです枕投げはわからない。修学旅行はね、なんだろう、なんか修学旅行はでも仲がいい女の子と同じ部屋だったからずっと喋ってましたね。あ、なんか仲のいい先生と一緒に夜ね布団に入って話してました最初に指さされると全然つまんないけど、え、それはそう、やっぱりさ最初にはさ死にたくないですよね。そう、間に合った、こんばんは、 ありがとうございます。うの、あ、うのはなんかあのあれでやってました、移動中にやってましたね、帰りとか。あ、懐かしいそう、罰ゲームとかつけてやってました、こちょこちょとか。あ、懐かしい。あ、お菓子ね、お菓子やってた。修学旅行は夜出歩いて先生に怒られた。それは怒られる。でもゆうはいい子だったいい子だったから、お風呂もめっちゃ早く入って、あの静かにみんなで布団をくっつけて将棋できないですね、私は全然ルールわからないです。花札、ゆう花札好きですよ。でも修学旅行じゃやってないうのでした。そう、修学旅行は先生に見つからないように女の子の部屋に遊びに行くそれはもう昔のあれですよねもうね、それはね、あのね、他の部屋に行くのはねルール違反だから、それ昔のあれでしょわかんないけど。こんばんは、こんばんは。自由行動時間に告白された思い出、わあすごい青春ですね。でもそういうのも全然なかった普通に女の子3人で一緒にあの楽しんでました、満喫してた。そう、でもあのその友達の一人の子があのこれ言っていいのか分かんないけど、友達のね一人の子があの男の子とお付き合いしてる子がいて、その子はあの最終日に男の子とあのデートしてたんですけど、残された私ともう一人の友達は一緒に二人で女の子同士でデートしてましたそう、そうですそれはそう。スマホがない時代だから写真がない。あ、でもスマホはあの中学校の時の話ですね今のは。そう、中学校の時は家もスマホはね持っていけないから、普通にあの
あれ、ここにあります。なんとかカメラ、ここにある。これなんだっけ、これなんて名前だっけ。これこれです。映るんです。そう、あ、なんか最近は、最近の今言葉でこれシャルンデスって言うんですって。そう、だから全然これなんかまだ現像してなくて、中にめちゃくちゃあの修学旅行の時の写真が全然入ってると思います。うんうん、そう、羨ましくなかったのゆうちゃん。でも全然普通に女の子といるのが普通に楽しかったから、全然健全、健全でしょ。そう、普通に女の子とめっちゃ仲良くしてましたそう、こんばんは、こんばんは。早めに現像しないとダメになっちゃう。あ、そうなの。今ねこれはあと6枚撮れますよ。あれ6枚、6枚撮れます。あとでも試し撮りしたのとかも入ってる。現像しなきゃね。現像してきてあげる。うわ、やだやだやだ。まあ現像してくれるんじゃない。だって普通に今これ売ってる時代だから絶対現像してくれるよ。わかんない。ね、今撮る。今はね撮らないですよ。ここにいる人たちは修学旅行でゆうちゃんと2人で遊びたい人だらけなのでも中学生ですよ。みんな中学生ですよ中学生。私はねその2人のことを見てすごい応援してました。どんな子だ、女の子覚えてるんですけど。そう、懐かしいですねでその子の帰りのねバスの中でその子の話を聞いて、あのそうみんなで盛り上がってました懐かしい、めちゃくちゃ。そう、スマホがねあったらね今スマホで撮りたいけど、イケメンですか、わかんないですわかりません。オーディションはどんな写真送ったの。なんかそれがね全く覚えてなくて、でしかも写真残ってなくて、でもなんかママにT シャツと短パンで撮りなって言われたから、普通に白い T シャツと短パンで撮って送った気がします。そう、羨ましくなんてないぞ。羨ましくなかったですそう、なんかね、そう、でも自由行動はそのずっと今もあの LINE 交換してる女の子とずっと一緒にいましたね。すごい懐かしい。そう、シャツインしてましたか全然覚えてないですね。オーディション写真のヘアスタイルをわかんないんですよ。それがマジで全く覚えてなくて、そう、記憶がないんですよ本当に。
覚えてないんだよね本当に。どんな感じ？でも普通にリビングの壁で撮った気がする。そうで、しかもその時確かアンドロイドだった気がします。あ、ハートありがとうございます。ちなみに今日も T シャツと短パンです。そうです、ハートありがとうございます。まあみたいな感じじゃない、なんかそう本当に全然マジで覚えてなくて。そう、本当に。でもユウもねその時の写真欲しくて見たいんですよ。その時からどんなあれか変わってるか書類審査通過できた理由は何だと思いますか？え、全然わかんない、わからないです、わかんないけど、そう、なんで受かったかも全然わかんない。なんでだろうね、長岡市だったからかなわかんない。ハートありがとうございます。そう、顔はマジで多分、あ、でもその時はまだ丸くなかった中学生の時はあのまだ無事でした中学生の時はね、そうまだ無事だったんですよ。うん、そうなんですそう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 、そう無事だったんですよ。無事だったんです本当に。あの中学校の時はちゃんと、そうだけどなぜか高校に入ってから、すごいでしたね本当に。ツインで投稿はしないです恥ずかしい、さすがにね。ロマ的な魅力わかんない、なんかでもあのその時はすごい結構なんかいろんなオーディションとか受けてて、そうで、そうだったんですよでもなんかほとんど東京の方の事務所のあれとかだったりしたので諦めたりしたりして、そうなったんですよ。一緒に受けたメンバーで印象に残ってた子はサーヤ、大塚、サラかな。そう、一緒にいたんですよ、あの最初オーディションの時に一緒にいて、そう印象に残ってますね。オーディションのショールーム配信してた？してないです、してなかったなんかするかしないかどっちか言ってって言われて、なんかするって言ったんですけど、でもなんかどうやってしたらいいか分かんなくてしてなかったです。中学校の時は1世を受けようと思わなかった。なんかその時はアイドルとか全く本当に興味なくて、だからアイドルじゃなくて普通にモデルとかそっち系のオーディションを受けてましたね。トランプマナから誘われた？あ、違います、それはあのちょっと今はちょっといないんですけど、あの女の子が私と同じね地元の出身の女の子がねトランプ持ってきてくれて、マナも一緒にトランプやりました。そう、その子もずっとユウと一緒にいて、そう
でした。はい。そう、あとなんか普通にめちゃくちゃ超地元、違う、だから超地元仲間みたいな子もいました。そう、ゆうちゃんの友達がショールーム配信見てるとしたらどんな感じの配信になりそう？え、でもやだ。でも見られてたことはありますね。でも、うん、見られてたことあります。でもなんか NGT になる前に私ショールームやってたことがあって、まあちょっとこれは結構秘密なんですけど秘密にしてたんですけど、やってたことがあって、その時になんか見られてたんですけど、そう、でもちょっとあんまりいい思い出はないですね。見られてて、そう、なんか変なさコメントとか入れられるとすごいさ嫌じゃないですか。そう、悪い言葉とか、だからそういうのは本当にもう友達じゃないですけどすごい嫌ですね。そう、でも NGT になってからもそういたりして、そういうコメントを送ってくる人が今見てるかわかんないけど、本当にもうありえないと思ってまあだから私はそう LINE の友達とか全然過去の人、過去の中学校の時の子とか全然いなくて、そう本当にそう、すごいあれだったそうなんですよ。でも本当に何もできなくてすごい焦っちゃって、最初はね、今はまあいろいろあれですけど慣れたからね。悪い言葉欲しいなるでしょ。いや違うんですよ、なんか住所とか言われちゃったりしたり、出身の中学校とかねコメントで書かれたりして、そうあとなんだろう、そうそうそう、そういう感じですねそう、それはさ星にならないじゃん、だからそういうのは本当にもわーっと思ってそう、だからたまにさ、ほらやっぱりとさ長岡にいるわけだから、私も、まあ、その人も多分高校生、私と同い年で高校生だからさ、駅とかでさ会うじゃないですか、もう最悪と思って隠れますそうだからもう今見てるか知らないけど、本当にねダメですね、大人になってください本当にそう、だから、まあ、その人じゃない人とも会ったり、中学校の同級生とかね、そう、あと隠れます私はそう、本当にダメですね。ツインテールありがとう。こちらこそありがとうね、まあでもいますよね、そういうのはしょうがないんですね。でもね、今はね全然そういうのないですよ。そう、本当に最初の頃です。このルームのおバカ発言は許してくれますか？全然そんなのは全然いいんですよ。ありがとうございます。そうです、だから大丈夫です、ありがとうございますみんな優しいですね、本当に。そう、だからみんながこうやって言ってくれるから今ね安心して配信できますよ。ありがとうございます。
え、おバカなことしか言ってないけど、確かに確かに、あの割とね、割とね、ちょっとおバカちゃんの発言をしてる人結構いますねゆうちゃんのこと全力で守ります、ありがとうございます、嬉しいです、優しいな、お信じました、あ、ありがとうなんか照れるわ、嬉しいです、確かにって、いや確かになんですよわかりますか、やっぱり夢しか勝ちませんね、ありがとうございます、ゆうちゃんを守りたい、ありがとう、おバカな発言しているのは俺かなそうなのかなわかんない、割といる、いるよね、ほら僕は死にません、ほらねでもね、ユウもね成長したんですよ、そういうのもあって、そう、あのちゃんと何区別をつけよう、あ、区別をつけようじゃないなんていうの、そう、私もそういうのでまあ成長できたのでね、いいですよ、そう、オイラの普段の発言は大丈夫、大丈夫ですよそう大丈夫、そうだから本当にみんなもそうだけど、自分にちょっとでもね、まあちょっと悪い影響を与えてくる人はあんまり関わらない方がいいのかもしれないですそう、私はねそういうことを学びました、そうです、まあ自分が悪くて害を与えられてるんだったら別だけどね、自分も反省しなきゃいけないところがあるからね、そうです、それはね本当にあれですそう、そこは本当にもう勉強しました、私も、だからね大丈夫です、あ本当に大丈夫です、元気出してますめちゃくちゃマジで過去のことなので、今は全く全然気にしてないし、むしろ何してるかなって思ってますそうです、そうですよまあみんなもさ学生時代あるでしょ、そういうことね、なんか学生ならではのあれですよね、そうなの、今頃反省してるから大人になってればいいけどね、まあその子もねそういうことあると将来困るからあるよね、そう、やっぱりみんながそういうの通ってくる道だから、みんなそういうの通ってきて大人になっていくんですよ、学校始まった、今日から学校始まりました、そう今日から学校始まってちょっと眠いんですけどそうでも今日もめちゃくちゃ元気ですよ、そうまあね学生時代はね、あでも昔の方がねすごかったみたいだけど、そう提出、あ、課題提出大丈夫です、もちろん安心してください、本当に学校、学生のノリで悪さするのかな、どうなんだろうね、わかんないけど、その悪いことする人の気持ちはわかんないけどねの宿題待つばっかり、え？いや数学がね心配だけど、ゆうちゃん人狼ゲームするときは椅子に座ってやるの、あここでやってますここでいつもストレッチやって
ここで人狼をここにね本当に携帯置いて、この画角です。しかもこんな感じで、私は人狼じゃないですって言ってやってますそう、高校でも出席取れた時、はい元気ですっていうの、いやそれは小学校までですね。懐かしい。健康観察します。なんとかなんとかさん、はい元気です。なんとかなんとかさん、はい元気ですってやっていくの。私保健係だった時あって、それやるの楽しかった。人狼呼んでください。あごめんなさい、遠慮しておきますちょっとねそこは遠慮しておきますね。ゆうちゃん今日はゆっくり寝てね。わかりました。明日も学校だからね。元気じゃない時いつのやつ。あそう、でもさ割と痛くない、クラスで、はい元気です、はい元気です、はい元気ですって来て、はいちょっとお腹痛いです、はいちょっと頭が、はいちょっと喉がつかかえますとか、いたよね。そうだった、歯が痛いですとか言う人いましたねいたわ、歯が痛いですって。いない、いなかった、歯が痛いです、はいちょっと歯が痛いです。あおちゃんによるとゆうちゃんが一番怪しそうに見えるみたいですよそうなんですね。そうだからいつも疑われてるんです手当てされたい。いやゆうでもなんか一回でいいからスポーツ部のマネージャーになってみたいなって思ってたことあります。なんかそのゆう手当てとかその人のなんかお世話とかするのが結構好きで、だからちょっと包帯とか巻いてみたいなって思った。てかそれ何、健康観察わかんないかな、なんかあるとことないとこが多分あると思うんだけど、そう、はい元気ですっていうやつ、わかんないかな。保健の先生と仲良く、あ私保健の先生と本当に仲良くて、そうよく保健室行くから保健のね先生って本当にね優しくてね、あのいいんですよ。そうなんかそれだけ具合悪い相談とかじゃないあの話とかも、友達の喧嘩とかした時の話とかも全然聞いてくれるから、そう手当てされるために怪我してますってやば、絶対いつかさあの病院送りになっちゃうやつですねそれそうなんかあのなんだろうね、やっぱり妹がいるからかな、なんか人の面倒を見るのは結構好きだったりします。あの風邪ひいた時とかなんかしてあげたいなって思ったり、だから冷えフィッターとか貼ってあげたり、なんか作ってあげたりしたいなって思ってそうなかなかまあ時間がない時はそういうのはちょっとできないけど、そう保健の先生綺麗だった記憶が、あでも私の中学校の時の保健の先生もすごくあの美人な方でした。俺にもヒエピタ貼ってください嫌です。なんかな、うんでもあとはでも結構女の先生と仲良くしてました。小学校の時はちょっと覚えてないけど、そう中学校の時はね、腰にシッパー貼ってくださいそれはなんかどうしたんですか。嘘ついて保健室で寝てたの。うん、なんか仮病とかは、まあ、使ったことはあったけどでもあの普通に休み時間とかに保健室に行って先生と喋ってたりしました。ハートありがとうございます。そう
おでこね、熱測ってくださいあるあるなやつですね。嫌ですよ。懐かしいですね。あ、教育実習生、あ、なんか教育実習生の方は来たんですけど、でもあんまりね、あのお話できなかったですね。そう、あと他のクラスのところについてたりしたので、ゆうちゃんが天使に見えてきましたそれはね、メガネ買ってくださいはい、ケイツの先生全く記憶にない。あ、でもそっか、でも今中学校の時の保健の先生めっちゃ仲良かった。白衣似合いそう本当に白衣、じゃあ、あの頑張ってみますね今度。仕事終わった、今頃来たけど遅かったよね。大丈夫です、お疲れ様です。英語の先生が美人でした。英語の先生、英語の先生は担任の先生でした。あの1年生の時も2年生の時も3年生の時の英語の先生、3年生の時の英語の先生、あ、3年生の時の英語の先生は仲良かったですね。そう、あ、28分だよ、 ありがとうございます。はい、ではそうそう、お時間なのでバキバキ体操やっていきたいと思います。いきまーす。はい、それではキャッチフレーズもやっていきたいと思います。いきまーす。いないいない、えくも、私のえくもにゆうもハマっちゃうぞ。ハマっちゃいました、ありがとうございます。はい、皆さん今日はちょっとお久しぶりにツインテールをやってみたんですけど、どうでしたかはい、こうやってまたたまにはね、ヘアアレンジもやっていきたいと思います。皆さん今日も一日ありがとうございました。明日も頑張りましょう。それではまたね、おやとみ、バイバーイ、今日も愛してます、バイバーイ。